はい、皆さん、今日のねサムチャンネルですけど、今日こちらのねジムニーシエラーのエアコンのメンテナンスです。作業的にはねエアコンのメンテナンスなんですけどね、今回のお客様なんと福島県の方からねわざわざ来ていただきました。とんとろ遠いとこね、ありがとうございます。福島のお客さんは多分初めてじゃないかなと思うんですけどね、皆さんどうでしょうか。まあ、とりあえずはね、このメンテナンスをするというために来るというね、しかもそういった猛者でございます。大概の人は観光旅行等を交えてくるっていう人がほとんどなんですけど、今回ね一応目的地として来ていただいて、まあ、そのついでに、まあ、観光なりなんなりをするっていう感じで、本当ね ありがとうございます。そういった猛者は大好きですね。でね、まあ、車も来たら、まあ、見た目でパッと分かるんですけど、結構ね、まあ、いじってる感じですね。まあ、ですんで、まあ、ホイールが変わってリフトアップして、エンジンの方もね ECU 書き換えとか、まあ、そういった方もしてるということで、まあ、非常にねマニアックな変態な方が来ていただいてるんじゃないかなと思いますね。それではこちらのね作業の方やっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。それではね作業の方やっていきます。まず作業前吹き出し口温度は 10.9 度に、ね、なってますね。でガス規定量ですけど 360g で、こちらですけどね入ってたガスが260ね、まあ、100少ないっていうね結果の方になってます。でちょっとねもう動画が若干季節感が離れてるんですよね。まだこれ9月のね動画なんですよね。まあ、実際はけきれてないっていうとこですよね。でもね最近の気候がまためちゃくちゃ暑くてね、温度がどれくらいですかね、29度ぐらいとか昼まで上がってますね。11月なんですけどね。ですんでまあそれこそねまたなんか季節的には同じようなタイミングのね気温になってるのかなっていうとこですよね。でこちらの方ですけど、ガスの方を回収したら今度ねフラッシングですね、配管の中の洗浄をやっていきます。でまあね詰まりがあったりとか、あと汚れを取ったりとか、あと古いコンプレッサーオイルですね、そちらの方を抜き取ってっていう感じのね作業、一連の作業をやっていきます。まあ、エアコンメンテナンスはねやはりガスの入れ替えだけじゃなくてね、エアコンの冷えだけを良くするっていうだけじゃなくて、まあオイルの交換をするっていうところ、まあここもね重要じゃないかなと思います。でまあここからちょっとねオーナーさんの車を見ていきますけど、こういった感じでエンジンルームとかですね、こういった風にいじってますね。でこういったねコイルとかもね変わってるみたいな感じで、まあねやっぱ ECU もセッティングしてるだけあってって感じですよね。でこちらのねなんかボードみたいなのも何ですかね、耐熱なのか何なのかね、まあそういったボードがついて、そしてこちらホイールですよね、こちらの方もね変わって、そしてリフトアップですね、こちらの方もしてるという感じです。まあ、結構ねやはりこの仕様を見る限り車が好きなんじゃないのかなっていうオーラはね伝わってきますよね。でデフもねなんかまた入れるみたいな感じでね言ってたんで、まあ、そういった部分もね考えるとね、やはりこれからさらに進化していくんじゃないかなとね。でボンネットダンパーとかね、こちらのタワーバーとかついて、シートはこういった感じでね、ブリッドのシートですね、こちらの方もついてるっていう感じで、でまあねメーターパネル周りとかこういったとこ見るとちょこちょこ変わってるっていう感じです。まあ、ジムニー乗ってる方はね、やはりジムニーとかジムニーシエラーね、両方ね、まあ結構カスタマイズしてる方も多いんじゃないかなって思いますね。で、特にね、シエラーの方に関してはエアロパーツ関係でも、ね、なんかいろんなエアロも出てるんで、ね、ゲレンデっぽくなったりとか、浜っぽくなったりとかね、なんかいろんなパターンもあるんじゃないかなって思うんでね、まあ、楽しめる車ではないかなっていうところですよね。まあね、普段使いするってなるとどうしてもやっぱギア比の関係で高速道路とかはちょっとうるさいかもしれないですよね。あと燃費とかも、まあいいのか悪いのかっていうところですよね。ただ、今までのね、やはりジムニーね、前の方のジムニーと比べると、それのもう一個前っぽいようなね、雰囲気のね、カクカクしたような感じで、まあやはりね好きな人が好きそうな感じのね仕様になってるっていうところも、まあやはり売れてるところじゃないのかなって思いますよね。まあ、ジムニーもねだいぶジムニーバブルもまあ下がってきてるんではなかろうかと思いますけど、まあ、それでもねやっぱりジムニーっていうのはやはりそこまで値段が下がってないんで、特にねだから最初の頃にこの方のジムニーを買って1年とか2年ぐらいで売った人とかは多分ね、原価率で言うと非常にね、いい状態でまたね、売って買い替えてる人もいるんじゃないかなっていうのはね、あるかもしれないですね。で、こちらですね、コンプレッサーオイルのね、充填ですね、フラッシング後は。まあ、色味もね、ちょっと汚れてるんじゃないかなっていう感じはね、ありますね。で、こちらのオイルの方を充填していくんですけど、もう今からね、だんだん寒くなってくるんで、こういったオイル関係もね、湯煎して温めとかないと、機械に入らなかったりとか、入りにくかったりとかね、そういったトラブルもあると。だから、暑すぎると機械が止まる。寒すぎると、まあ、油関係が硬くなって悪いとかね。まあ、いろんなトラブルがありますね。ガスが冷えすぎると入んないとか、またそういったこともあるんでですね。こういった添加剤の方を充填していって、
て、でガスも満タンをしてっていう感じですね。でこれでね、まあ、吹き出し口温度がどう変わるかね、そして配管内がリフレッシュ、オイルがリフレッシュっていう形ですね。で吹き出し口温度は 8.2 度で、これでね作業の方は終了です。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらのねジムニーのエアコンのメンテナンス、そしてね福島県の方からわざわざこのメンテのためだけにね来ていただいたということで、ありがとうございます。でまあ車の方ですけど、まずね見てもらったら分かるんですけど、まあ軽く紹介もあったかもしれないですけど、まあそこそこいじってますね。なんかもうリフトアップもして、 ECU もねして、で多分聞かないと分かんないですけど、なんかデフが入ってそうな雰囲気ですね。動かした感じの動き方がデフが入ってるんじゃないかなと。であとコイルが変わったりとか、まあいろいろやってるんでね、まあまだまだとどまることのないなんか進化をねどんどんやっていくんじゃないかなという感じですね。シートもねブリッドのシートが入っててね、まあ非常に快適かついいんじゃないかなと思います。でエアコンの方はやっぱりガス量も少なく、まあオイルもねそこそこ汚れてるぐらいでしたね。まあ車もまだ新しいんじゃないかなと思うんでね、ただガスの温度ですね、吹き出し口温度がまあ10度ぐらいから8度ぐらいっていうところなんで、まあちょっとは変わったかなっていう感じですね。まあね、あとはもうねエアコンのメンテナンスに関して言うと、まあ、定期的にやることでコンプレッサーオイルを入れ替えるということでね、劣化していくオイルですね、そちらの方を定期的に入れ替えてやるとも大事じゃないかなと思います。まあ夏もねもう今終わりに近づいてるんで、まあねそんなにエアコンの方も使うのがなくなるかもしれないですけど、一応年がら年中動かしてもらった方がオイルが回りますので、ね、それなりにやっぱりそういう風な使い方をした方がいいと思います。あんまり使わないのもね、故障の原因になったり詰まったりする原因にもなりますので、まあ、1年中エアコンを使うね温度設定を変えて、まあ、1年中オートでもいいんで使っていただければなっていう風には、ね、思いますね。まあこの車がね今後またどういう進化をしていくのかっていうのは楽しみですね。そしてまたね福島の方まで帰っていかなきゃいけないっていうね、まあ、こちらがまた折り返し地点になるだろうと思いますんでね、また道中ね気をつけて帰っていただければと思います。それでは、ね、今回ねこちらのジムニーシエラですね、エアコンのメンテナンスでした。また次回動画アップするので皆さん少々お待ちください。